こんにちは、どうも生きてますゆえママです。今回はいろりやん明らくに行ってきました。鴨そばを頼んでみましたよ。それではいただきます。まずはスープから。めちゃくちゃ美味しいです。鴨肉エキスが染み出て最高の味わいになってます。それでは麺もいただきます。麺は長めですが喉越しが良くてとても美味しいです。そして楽しみにしていた鴨肉、鴨肉は柔らかくて甘い脂がたまりません。そんな甘い脂が溶け込んだスープが本当に美味しい。高血圧なのでスープはなるべく飲まないようにしているけど、これはついつい飲んでしまいます。高校生の時調理科だったのですが、その時に講義に来てくれた蕎麦屋さんが教えてくれた鴨そばで初めて鴨肉を食べました。その時食べた鴨肉がとっても美味しくて鴨肉を好きになりました。今でも忘れられません。あっという間に最後の一口です。スープも最後に一口だけ。それではごちそうさまでした。まったねー。